1RXSJ16929.1 から21524は、サソリザの方角に、地球からおよそ470光年の距離にある、全種系列性である。1RXS1609 は、リチウムの蘇生や X 線の放射、HR 頭上での位置などから考えて、サソリザケンタウルスザアソシエーションの中の上部、サソリザ小グループの一員である若い天体と、 同定されている。そのスペクトルから、1RXS1609 は太陽よりも低温で、スペクトル型は K7 または M0 と推定される赤色矮星である。質量は太陽の8から9割程度、表面温度は 4000K 強と推定される。丈ブサソリザグループの年齢はとても若く A3 型より高温の星でなければ、 主系列段階まで進化していないと考えられ、1RXS1609 のような質量の小さい星は全主系列段階にとどまっていると見られる。当初、このアソシエーションの年齢は500万年と見積もられたが、その後の分析で1100万年と修正され、1RXS1609 の年齢も同程度と考えられている。2008年9月、 ジェミニ北望遠鏡での撮像観測から太陽系外惑星 1RXSJ16929.1 から 21524B の検出が発表された。画像に映った惑星は質量が木星の8倍くらいあり、中心星からおよそ 330AU の距離にあると見られた。発見者らは2010年、 1RXS1609B の固有運動を調べ、この天体が 1RXS1609 の周りを交点し、重力的に結びついていることを確認した。母星からこれほど離れた位置を交点する基地の惑星としては最も小さいものになる。また、1RXS1609 は直接撮像によって構成形で発見された初めての 惑星質量天体でもある。それまでに殺像された惑星質量天体は自由浮遊惑星や褐色矮星を公転する惑星、あるいは惑星よりも褐色矮星である可能性が高い天体である。惑星が母星から非常に遠くにあるというのは現在の惑星系形成理論に反している。なぜならば核への膠着の過程でこの距離に惑星が 形成されるのにかかる時間は、推定される母星の年齢よりも大幅に長くなってしまうからである。これを回避する一つの可能性としては、惑星は母星にもっと近い位置で形成された後、原始惑星系円盤や他の惑星との相互作用によって遠い軌道へと移動したということが考えられる。惑星が現在の位置で、 重力不安定性によって形成されたという仮説もあるが、そのためには質量が異常に大きい原子悪性経営円盤が必要となる。1RXS1609B の発見後、上部サソリザグループの年齢が高く修正されたことにより、1RXS1609B の質量もより大きく、木製の14倍程度とされた。1RXS1609 形の年齢が、 上がることで、低質量褐色矮星の進化理論に基づく、推定質量が大きくなった。このことで、1RXS1609B は、褐色矮星で、連星系の形成と似たような経緯で形成された、可能性が出てきた。その後の観測と分析でも、1RXS1609B の質量は、木星の12倍から16倍と、 惑星と褐色矮星の境界付近の値が求められている。上、1RXS1609B には母星よりもずっと大きい原高が見られ、青春円盤の存在が予想されている。これは惑星では考えられないことである。分光観測による推定では、1RXS1609B のスペクトル型は L2 から L4 で、表面温度は1700から 2000K、高度は 太陽の0.03から0.04%と求められている。ありがとうございます。